今日のログインボーナスだよ。スキップチケットもあげるね。明日はこれがもらえるからね。もうやめるんだ、ベロニカ王女。これ以上、戦火を広げて何になる。あなた、うるさいわ。私と遊んでくれないなら、みんな殺してあげる。王子、危険です。説得が通じる相手では。平和を求める君の気持ちはわかる。それでも戦わねばならない時があるんだ。みんな死んじゃえばいい。買うしかないのか。アスクの開く力とエンブラの閉ざす力、それにあの世界で手に入れた怒りのかけら、すべての力が混じり合ったとき、一体何が起きるのかしらねえ。吸い込まれる。ただいま戻りました。エルフィリス、ご苦労様。大丈夫だったかい？はい、なんとか帝国軍の撃退には成功しました。そうか、よかった。俺も生きればよかったんだけど。別のところで帝国と戦ってたんだから仕方ないよ。このところ急激に帝国の動きが活発になっているようですが、何か理由があるのでしょうか？俺も気になってるんだ。どうもこれまでの帝国軍とは動きが違うような気もするし。新しい指揮官ってのがその理由かもしれないぜ。ランザーブ、戻ったのか？おう、
帝国の連中を一撫でしてきてやったぜ。それで新しい指揮官というのは？ああ、どうも俺が仕入れた情報じゃ、最近帝国軍に今まで見たことのない指揮官がいるみたいなんだ。新たな指揮官か。どんな人物なんだ？いや、それがよく分かってねえんだ。どうも魔術師っぽい女ってことらしいんだが。魔術師か。ともかくしばらくは帝国の動きをこれまで以上に警戒しておこう。みんな大変だ。また帝国軍が現れたらしいぜ。またか。証拠りもなく。たぐきりがねえ。これじゃイタチごっこだぜ。だが放っておけば被害が増える一方だ。行こうみんな。あの指揮官殿。なーに。本当にこの先の村を襲うのですか。あのような村を攻撃したところで利益はないと考えますが。あなたの考えなんてどうでもいいわ。私の言う通りにすればいいの。それともあなたが死ぬ。お人形みたいに首を引き抜いて殺してあげるわ。失礼しました。ご命令遂行いたします。かわいい顔しておっかねえこと言うお嬢ちゃんだな。だーれ。村を襲おうというのならここから先は通さない。リベリアスプリンス。あなたたちがこの世界の英雄。英雄？俺たちが英雄かどうかは何百年か先の連中に聞いてくれ。ああ、俺はただみんなの笑顔を曇らせたくないだけだ。その目、嫌な子に似ているわ。あなたも私の邪魔をするのね。ねえ、あの子たちと遊んであげて。リベリアスプリンスを討伐せよとのご命令ですね。元より逆賊は放ってはおきません。して指揮官殿は。私はお城に帰る。せっかく面白かったのに邪魔されて気分が悪いわ。あ、おい待てよ。リュカ、今は目の前の敵に集中するんだ。リベリアスプリンス、覚悟。行くぞ、みんな。新たな戦いの予感がする。
共に行こう。力を貸すぞ。